本日は2人パパとのコラボ、みつーさんと息子くんに日本とスウェーデンの違いを聞いてみたら知らなかったことばかりで驚きの連続、ぜひ最後までご覧ください。ではカナタイム上映スタート。息子くん、ご飯だよ。タコスだよ今日。しかも今日お客さんいるから。こんにちは。こんにちは。今日は久しぶりの日本に来て初めてのタコスです。いつも学校でどうやっていただきますの？手を合わせて。いただきます。いただきます。タコスか。バタバタ。ね、タコスって食べる家で？家ではあんま食べないけど、うん、食べに行きます。最初どうでしょ？テスト中。味見するのかね。おいしいのし。あ、よかった。スウェーデンは本当メジャーで、うん、金曜日はよくタコスすること多くて、うん、ここから手巻き寿司感覚で自分の好きなものを選んで巻いていく感じ。金曜日 はタコスの日みたいに。今日は実は皆さん、2人パパのお二人のお家にお邪魔しております。私知らなかった。お邪魔します。急に来たらカメラがあったこれは僕の。それは息子くんのです、うん、一緒も僕、飲み物あげないからね。いつも息子パパたち忘れるよね。ひどいパパ、ひどい。でもさ、飲み物忘れただけじゃん。ご飯作ってこう並べるだけで結構もう精一杯なんだよ。僕は子供カード全然意味わかんない。全然そういう時に急に子供カード出す。今日本に帰ってきてるじゃないですか、うん、多分いろいろ日本でも変化があったと思うので、うん、生活のなんかそこら辺をね、なんか聞けたらいい。とりあえず僕も今お腹が空いたんで、ね、先に食べよう。先にいろんな話したいけど、したいけど先に作っておきます。なんか作ってる間にさ、いろいろ喋りすぎたさ。確かに来てから弾丸で喋ってますからね。結構来てからもう2時間ぐらい経ってるからね。でも嬉しいわ、カナタ君と仲良くなれて。どうも、皆さんすごい見ていただいて。そうだね、去年の夏ね。そう、これも楽しかったみたいな。そう、嬉しかったみたいな。あの人どうやって巻いてる？え、こうやって巻くんじゃないの？お母さん最初知って巻いてた、あと横に。下？お、教えてあげた？教えて。最初ここから巻いて、あと横から。あ、下を先に巻くのね。うん、だからそしたら、このなくなってる野菜は落ちないから。確かに、ありがとう。その通りだわ。めちゃくちゃ上手に説明するようになったね。すごいプロ感が。もうプロだよね。もう毎週金曜日ですね。そうそう、結構本当にそういう時もある。もう、タコス好きのものの中の一個だよ。うんうん。寿司タコス、ピスタ、うん、ハンバーガーぐらい。うん。タコスはスペインのご一かな。もっとパン欲しい。温めてあげるか。うん。いいね。どれくらい？ちょっとくらいです。だって今ここに置くだけ。はい、OK。トマト見る？と、キュウリ。ねえ、それパン乗っけてからじゃなくていい？僕は今、スティップしてるタオル。プロ感が。うん、いいね。あ、カンタ君ももう次のパン食べる？じゃあ、いただいていいですか？カンタ君ってさ、はい、大食いなイメージないけど、食べる？結構食べます。あ、そうなんだ。でも、最近は食べ過ぎて8キロ太ったんで。え、マジで？なんかダイエットの話してたよね。それで今ちょっと減量中ではありますけど、まあ、今日はもうね、いただきます、ね、うん。あら、幸せ太りかしら。うまい。いい、美味しそうに食べるね。最近どうですか、日本は。楽しいよ。うん、まあワンオペで大変なのはあるけど、うんうん、はい、学校は大変。あ、大変なの？何が大変なの？全部なんか、うん、全部手順は勉強が大変。今ね、3ヶ月だけ日本の学校に来てるんです。向こうの学校はどれくらい行ってるんですか？去年の8月から始まってて、だから学校行ってたけど0年生みたい、うん、割とその学校と幼稚園の間をつなぐ1年だから、うん、勉強の量が少しずつ増えていくみたいな学年なんだよね。でその時期だとちょっとお休みが取れるから、うん、休みをいただいてこっちの学校に3ヶ月お世話になってる感じ。もうすぐ始まるの、楽しいのものがある。うん、何水泳。うん、今週から水泳。そうだね、プール始まるからね。スウェーデンはないの？あるんだけど、学校にはプールがない。あ、学校にはプールがない。しかも外のプールだからね、日本の学校は。僕か、うん、スポンサーなんですね。うん、僕の料理は本当に上手よ。泳ぐの上手だね。僕スペインで
泳ぐの好き？好き、うん、鼻に開いてたから嫌いだったけど好きになった練習したら好きになったんだよね。そう、でも最初はひらがなとか、うん、日本語自体が喋れるけど読み書きが苦手だったからできなかったから、うん、そこがやっぱ大変だったみたいだけど、もう今自分の名前もひらがなで書けるし、うん、今奥全部あるね。お肉もチーズは美味しい。スウェーデンの美味しいのじゃないから。あ、スウェーデンの美味しい。まあ、チーズはね、オレンジ美味しいよね。日本のこう食べ物でこっちの方が好きってのあるでしょ。寿司はこっちのが好き。回転寿司あるからと、うん、お寿司は日本から来てる。パスタもさ、美味しいパスタ屋さん見つけたよね。けど、スウェーデンのパスタの方が美味しい。本当？あんまスウェーデンでパスタ食べに行ったことないけど。食ったとかある。じゃあパパのパスタが美味しいってことね。宿題が毎日出るから、それがちょっとやっぱ大変。スウェーデンはないんですか？全くない。ナイス。英語も初めてない。そう、英語始まっててびっくりした。英語の息子くんはちょっとはなんかね、やっぱり最近 YouTube 見てるから、うん、ゲーム実況とか、うん、それを結構英語で見てること多いかな。最近学校でなんか楽しかったことはある？運動会は楽しかったと嫌いだった。じゃあ何が楽しかったの？走るとき、うん、新時代な踊ってたのとき、うんうん、ダンスがね、新時代っていうアドさん、うん、ワンピースの曲だ、うんうん、新時代だ最後は新時代だってこうやる、新時代だってこうやる、うん、なるほど、振りがねバンバン楽しい。じゃあ運動会の、その、あんまり楽しくなかったことはね、本当に足が焼けたりたい、本当に暑かったから。暑かったね、あの日ね。スウェーデンってそんな暑い時期はないんですよね。26、7度じゃん、一番暑1年で暑くて。これくらい、それくらいでいい？もうちょい、それくらいでいい？ と、お肉。はい、ミツンさんから見て、日本とスウェーデンの格好の違いみたいなのってあります？いや、まあありすぎてちょっとこの質問があれかもしれないですけど、あの得意分野は違うよね。日本の学校でやっぱ得意なのは集団行動だったりとか、うんうん、挨拶だったりとか、はい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 、給食の食育だったりとか、うん、まあ、お掃除とか一緒にするとか、ね、友達になるのが、友達になるの上手だね、君はね。それはスウェーデンでも日本でも同じだよね。今日も初めて友達連れてきてさ。あ、そうなんだ。学校帰る、さっき言った得意なところで言うと、やっぱそういうところが日本の得意だし、うんうん、基礎学力が高いから、うん、ペース早いよね。ひらがなとかこんなペースでやるの、もう文章こんなに読むんだみたいな。スウェーデンの同じ年の子で言えばアルファベットをやっと1個ずつだけど、結構今音読でやっぱ文章を読ませたりする宿題があるから、やっぱペースが早いなっていうのはあるんだけど、国際的な学力テストみたいなのがあるけど、うんうん、それもやっぱり日本は国語の読解力と単数とかの学力が高め、スウェーデンはそれがちょっと低いから。なるほど、うん、でさっき、ね、息子くんが言った通り、その古いが学校にあるとか、うん、その、ね、行事がちょっと違ったりとか、うん、なんかそういうところも全然違ったりします。うん、集団で何かをやるっていうのがあんまないかな。あっても競争させないっていうのがあるよね。あ、いいか悪いかも置いといて。でもうすぐ和食代、うん、ずっと iPad でやんなきゃいけない。あ、そう、 iPad 貸してもらえてて今1人1台宿題がもうこれからそうなる。でも普段さ、ゲームしてたりするからそっちの方がやりやすいの。うん、最後ゲームしてちゃダメ。誰かが YouTube 見てもいいって言ってたんですって言った。けどダメです、気がするな。二人パパならいいって言えばいいんだけど。あら、タイト。ひらがな5文字チャンネル。にゃ、うん、にゃ、あ、まあ。パン食べるかな、ここ。あ、いただきます。うん、はい。あなたも、本当に？いや、でもめっちゃ食べるようになってさ。いいことですね。そう、すごい成長してる、だから大きくなって。うんうんうん、今ね、成長したの。うんうんうん、でも身長伸びましたよ、伸びた。This is my time!暑いよ、大丈夫です。暑いよ、気をつけて。暑くない？大丈夫？全然食べれる、全然食べれる。 OK、 今僕、いろんな泳ぎ方するから、僕、どの泳ぎ方って言って。じゃあ、あ、クロール。正解。平泳ぎ。あ、違う。
君バタフライ。もう一回やって。バタフライはこれ。あ、そうか。背泳ぎ。今は平泳ぎ。そう、平泳ぎはさ、スウェーデン語でなんて言うの？ブルース。ブルースはこれ。ブルース、ここだから、ここで泳ぐ。なるほどね。そう、でもなんかさっきの話ちょっと続きになるけど、やっぱスウェーデンの方が得意なのは人権教育と、それからまあ性教育、性教育って言ってもこの子たちの年だとまだジェンダーがどうとかっていう話からなんだけど、そういうところがいいよね。息子くんの年から、まあジェンダー、まあ、自分のアイデンティティの話をしてるんですか？そう、あの、もうそれ、ジェンダーとか自分のアイデンティティの話はもう幼稚園から始まってるから、よく言われるのは0歳から始まってるって言われてて、それは教えるってわけじゃなくて、先生たち自体がそういう発言に気をつけてすることで、子供たちは学んでいくよっていうふうに言われてるかな。お肉、ごめんなさい、カードお願いしてる。全然これくらいでいい？ちょっと残しといて。もう一人来るから。もう一人来るから。もう一人来るからね。スウェーデンじゃないから、僕の好きなステージはこれ今ないから、あ、あれ何かない、なんと思った。なんか足りないな。それね、物足りないっていう。友達の反応はどう？なんか YouTube やってるの。ちょっとスウェーデンでも言われる。日本の子は？どう言われる？今週さ、担任の先生になんか頼まれて一個授業をすることになっちゃって、スウェーデンの話してください。楽しみ。それは学校の違いを話したとか、はいみたいな感じだよ。どっちかというと、そのスウェーデンはどんな国みたいな、まあ、あとはなんか普通に2人パパの動画も流していいですか、うん、いいですよみたいな感じだったから、ゲイカップルが結婚できるできないとかそういう話はしないけど、なんか当たり前のようにそこになんか流させてもらえるっていうだけで、小学校1年生だし、一クラスだけだけど、なんかありがたいなと思って。なんかやっぱりこう学校とかで教科書から学ぶことはいっぱいあるけど、こう身近にいる人の方が学べるよね。本当そうですよね。多分違いってキリがないと思うんですよ、多分ね。だからいいとか、だからどうっていうかは、本当そうね。この分野においてはいい悪いがちょっとまあ僕の中で意見もあるっちゃあるけど、日本の学校には日本の学校にいいところがあるし、本当違うっていう感じ。その違いも含めて、すごく理解してほしいって。だ、僕タコス何個食べた？何個食べたってすごい。今までで最高記録。あ、ついたっぽい。ついたっぽい。手を合わせて。はい、ごちそうさまでした。ほとんどぴったりだってた。ぴったりっていうか食べ過ぎぐらいだけど。だあそこでちょっと休んだらいいですよ。ベティちゃんも参加してご飯を。そうですね、一回ご飯を食べますので。で、一応僕の方でのコラボ動画なので、はい、ぜひあの概要欄に動画貼ってますので、何の話するかまだ何にも決まってません。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。またねー。